手などが一部白骨か川で流される変死体を発見身分証などなく性別も不明北海道岩見沢市5月16日岩見沢市で変死体が見つかり警察が調べを進めています変死体が見つかったのは岩見沢市の石狩川にかかる月形大橋の近くです5月16日午前11時頃石狩川の月形大橋の近くで人が流されているようだと目撃者から警察に通報がありました 通報から約30分後、同系のヘリが変死体を発見し、引き上げました。警察によると変死体は上下とも衣服を身につけていますが、手などが一部白骨化しており、性別や年齢など特定されていません。また、身元が特定できる身分証なども見つかっていません。警察は身元の特定を急ぐとともに、詳しく調べを進めています。